おはようございます。速稼塾の久保です。今日はニュースを2つお届けしようかと思います。1つ目はですね、 IH 電磁調理器の話ですけども、いやー、電磁波につきましては多くの方の関心を捨てるなっていうのは、やっぱ放射線のね、話題と同じぐらい、こうだあーだーとか言って熱狂的に語る方と、あとは分からないから一手探りでやっていきましょうっていう方と、あとはやっぱり科学的な見地とかね、この人がこう言ってましたみたいなリンクを大量に寄せてくださる方とか、いろいろあってね、私もすごく興味深いなと思いました。まあ結論を出すのに焦ることはないと思うんですよ。確かにね、 IH 電磁調理器っていうのは一定の電磁波を出しているのは確かです。でもそれがですね、その電磁波が人体に影響のあるレベルなのか、それとも他の電磁波、要するにね、携帯電話とかも電磁波で出るわけじゃないですか。でも携帯電話って最初使ってる時は危ないよ危ないよって言われて、もう30年みんな使ってますからね。じゃあ何かあるのかなと思ったら、特にないのかなとも言えますし、携帯電話を使う世代がいるから、だから最近は若者が切れやすいんだとかっていうところにこじつける方もいたりとかね、いろいろなんですよ。日々乗ってる自動車だって相当な電磁波に囲まれてますからね、私たちはね。そう考えていくと、もうね、怖くて外を歩けなくなるし、もう何も使うなとかね話になっちゃいます。だから一定の健康被害を覚悟して、それを上回る生活の豊かさを与えてくれるものだったら、相対的にそれを採用するべきなんではないかなっていうふうに合理主義者は考えると思いますけども、私の場合は感覚なんで、なんとなくかっこいいから使うとかね、なんとなく良さそうだからやるみたいな、でなんとなく気持ち悪いからやめるみたいな、その連続でやってますんで、まだまだこれからもね、たくさんの方の意見をね、お願いしたいところだと思います。そうですね。で、2つ目なんですけども、2つ目はですね、何だったかな、忘れちゃいました。すいません。2つ目、今日東京行きます。こんな話題じゃなかったんですけど、そうだ、 YouTube の件ですよ。速稼塾の中で YouTuber さんがかなりね、育ってきてるっていう話を最近することが多いと思いますけども、特にですね、2ヶ月前ミスターマイアミさんが速稼塾に参加してからというものを、動画の盛り上がりっていうのは異常なんですよね。それはね、すごくいいことだと思います。多くの方が継続できないんですよ。で、 YouTube をやるって言っても何をすればいいか分かんないんですよ。でも今これ2ヶ月経ってみると、そのね、ご家庭の中での発達障害とかね、いわゆるこういろんな問題ごとを赤裸々に語ることによって、共感を得るっていうね、そういうふうな個性もありますし、当然そういうふうなね、 NHK 教育みたいなのは個人でやる人も必要なんですよ。で、あとはミスターマイアミさんみたいに、マイアミってのはこうだよみたいなことをね、お知らせしてくださるかと思いますし、まあ、車にフォーカスして、車はこういうふうにメンテナンスしていきましょうみたいなことをずっとね、発信してくださる方もいますし、あとはね、相場解説ですね、 FX の相場解説をそういうふうにひたむきにやってらっしゃる方とか、あとはね、自分の地域を誇らしくね、こう語ってくださる方もいますよね。私、それ素晴らしいことだと思います。自分が住んでるところをすごく愛する気持ちをどんどんね、発信していくこと、すごくいいと思いますよ。自分の住んでるところなんもないですよっていうよりも、こんなもんがあります、あんなもんがありますっていうふうに見つけられる、そのセンスっていうのに、西アクラソンの山根さんね、やっぱり素晴らしいものを私は感じます。その他ここでは紹介しきれないんですけども、本当にね、 YouTube をやってみると本当によくわかります。 YouTube チャンネルっていうのは、そのチャンネルを運営している人そのものの人格であり、個性であり、やっぱり、ね、趣味趣向なんですよね。世の中にはいろんな人がいるなってことを思い知らされるようなね、そんな場面でございました。これからもね、速稼塾 YouTube 大学ではないですけどもね、皆さんがね、さまざまな個性的なチャンネルをやってくださること、この世の中にコンテンツとか知恵とか、次世代へのね、継承ってものがあることを期待します。そうなんですよ、 YouTube って我々が死んだ後も動画としていろんなことを語りかけてくれますよね。もうすでに私の動画が再生されない日はないと思うんですけども、こうやって YouTube をね、繰り返しやれる方もいつかそういう風になるんですよ。再生されない日はないみたいなね、そんなフェーズになってきます。これすごいことだと思いませんか。自分の主義主張を世の中の誰かが興味を持って見てくださると、自分の知らないところで自分のことを受け取ってくださる方がどんどん出てくるっていうのはね、非常に楽しいことだと思いますよね。はい、では今回の放送は以上です。以上ね、何ですかね、 IH のことと、あと YouTube のことちょっとお知らせしました。そして今日は私、午後から東京でございます。東京の、六本木ヒルズだったかな、東京のね、なんかね、中央区ですね、今日は銀座の方に参ります。それでは失礼します。